今回はもっちり玄米麺にぴったりなパスタアレンジ、アオサをたっぷり使ったクリームパスタです。材料は1人分。それではスタート。まずはたっぷり沸かしたお湯で玄米麺を茹でます。半生麺なので茹で時間は1分半から2分ほど。ほぐしながら茹でてください。パスタソースはとっても簡単です。フライパンに茹で汁を入れて青さをふやかします。今回は 3g ほど使ってみましたが、結構たっぷり。お好みの量で青さは調整してください。麺が茹で上がったらザルでお湯を切ります。ふやかした青さに生クリームを加えて混ぜ合わせ、玄米麺と和えていきます。もちもちの玄米麺はフェットチーネのような食感なので、パスタとの相性バッチリ。お醤油とチーズを加えて味を見ます。ちょっと薄めなのでお塩を加えちゃいます。青さたっぷりのクリームパスタの完成。最後にたっぷり追いチーズ。もっちり玄米麺に青さが絡んで美味しそう。ではでは、いただきます。